あまたっちゃ <laughs> よろしくお願いしますお願いしますよ <laughs> もうなんか初めての感覚が全然ないんだよねなんかまたちゃんとは長くやってるようなそんな気がするけどねえなんかでもね、うん、ちょっとすごいねこんな間近で見るの初めてだなあらクラモンと前 YouTube やったよねやったやった、うん、ちょっとホリモンと違いは感じますか？ うん、ホリモンの方がなんかいや威圧感があるなんかええー、そんなことはあんま言われたことがないのにどっちかっていうとクラモンの方が尖ってるイメージだったのにすごいねでもなんかねうーん、この間人気調査でちょっとクラモンに負けてたから、うん、お兄ちゃん追うように尖ろうかなって思ってちょっとそんな感じになってみや,やめたほうがいいよホリモンはホリモンのキャラでいったほうがいいと思う、うん、そうだねちょっとそのままでいくわ、うん <laughs> うん、元に戻してちょっと優しい感じに行こうと思いますえ人気調査って気にちょっと気にしてんのあれね、うん、めちゃくちゃメンタルきたえっ、ー、何、うん、であれなんかさ嫌いが飛び抜けてたりしたら別によかったんだけどさ、うんうん、リアルな結果だったじゃん, <laughs> なんかリアルにクラモンよりホリモンの方がちょっと嫌いっていう数字が出たしさ 好きっていうのもクラムンより少ないしああ増えてたのどちらでもないっていうかじか。<laughs> 無関心な意見が増えててさ全部3割ぐらいだったんだっけこんな感じだったかなでもホリモンはさあれじゃんクラモンよりも、うんうん、やっぱりいい人のキャラだから、うん、なかなかそう嫌いっていう人は多分出てこないからこれでいいんだと思うようーんなんでだろうな三3割もいるってでもすごくないですか好きな人があらポジティブなこと言ってくれるじゃん、うん、いやほんとほんと ホリモンもでもなんかこう目の辺りがね紅葉してきちゃってるねー、うん、これねあらってそうなんで秋が近づいてきてなんつってまあクラモンホリモンともに紅葉カラーの目してんだけどさう、うん、赤こっちねいちょうかなそうなんだよもういちょうに寄せてきてるけどさ、うん、もう紅葉の季節だねそうだねいつの間にか、うん、どうなの天津さん今日あの実はですねこの後紅葉がいつ見ごろになるか ズバリ教えちゃいます。はい。ちょっとじゃあホリモン。これね。なんか。そう。え、番組みたいな感じ始まる今。そうね。ちょっとね、これ紅葉のね見頃予想っていうのが出てるけど、ちょうどね今見頃になってるのが東北地方ぐらいなんだよね。追い出せとか。あと北海道はね結構あの山じゃなくて平地も見頃になってきてます。 ね、<ー>であと関東も実はもう見頃になってて、うん、東京とかは、ね、まだなんだけど例えば日光の鬼怒川とか<ー>結構山の方はもうはどん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 色づいてきてしかもあの週末から一気にまた寒くなるんで、うん、来週はこう山に雪が積もってその下に紅葉そして青空っていうね三段紅葉っていう贅沢な紅葉が楽しめるかもしれないよ。めちゃくちゃゃくいいななそれはロマンチックだな <laughs> なんかさ三段紅葉のおすすめな場所とかあんのあ三段紅葉おすすめはああ、えー、天達おすすめでいうと,ああえと群馬県の水上谷川岳、えーうん、あそこはね谷川岳が結構もう日本海側だから早めに雪が降るんだよね。ああああで下の方は今ちょうど紅葉がピークになってきてるからちょっとこのね青空雪紅葉のコントラストが来週 楽しめんじゃないかな、いかちょっとねマジかよ行ってみてみなーあ<ー>あそういえばさ、はい、倉田の地元の長野とかもさ三段紅葉綺麗な場所あるって聞いたよ長野もね今綺麗今か今写真見てみましょうこちらですおお<ー>これねすごい絶景だよこれ綺麗だなこれ、うん、山のちょうど上の方が雪がね積もって今がピーク そうこれはねでも白馬でこれからまだこの辺り多分色づくのかな、えー、まだまだ来週も多分ね楽しめると思うし、うんうん、結構今年ってあの夏が暑くて紅葉のシーズンがすごい遅れたんだけど、うん、その後一気に山冬が来ちゃったんでもう紅葉前線に雪が追いついちゃってるって感じなんだよねすごいねそうだからこそこう贅沢な紅葉がね雪と秋と冬の同居だよねこのコラボレーションが 結構今年は楽しめるんじゃないかなと思思います。もうさあ、最近夏も暑かったしさ。か最近もまだ暑いしさ。うん、でも一気に冬になるってなったら、もうなんか四季じゃない感じになってきたよね。あ確かにね。辛いよ。うん、もう一気に寒くなっちゃうの。いや、まあね、週末寒くなって。うん、でもね、そこからしばらく。まだ安定する。うん、だから、割と。来週以降は、こうね、結構。 長く秋を楽ししめるかもしれないな、うん、ちなみに天達、はい、さんさ紅葉スポット他におすすめとかに、はい、おすすめはねあと、うん、東京近郊だと、ね、奥多摩がね綺麗なんですね<ー>奥多摩はねまだ見ごろではないんだけれどもおそらくあの11月に入ってくると、うん、すごい綺麗になってくる、うん、<ー>ちょうどあの堀モンカラーの黄色い紅葉がねでっかいイチョウの木が川沿いに1本ドーンってあって。うん それがね本当色づくと周りの景色がすっごい綺麗いいなちょっとそこ行って写真撮りてえな映えそうだよねうん本当そうだと思うちょっとねあんまりホリモンはさ、はい、行ったことないっていうかさ、うん、紅葉を見に行こうって言ったことはないんだよねああ行った先であ<う>紅葉の季節かってなのあるんだけどさ、うん、ちょっといろいろ今海女さんの話聞いたら今年やってみよっかなもう身近にお ちょっと待って、阿松さんもみじ狩りってなん,、はい、なんであんな言い方するんだろうね。あ<ー>大外狩りみたいなの。<お>仕掛けてるよなんか。<laughs> ちょっと狩るってねイメージがないかもしれないよね。これねなんかあの平安時代から実は由来があって。えそんな昔から？そう。こうもその時もねもみじ狩りって言われてたらしいんだよね。えー、うん。でなんでかっていうとあの平安時代は結構あの貴族の楽しみだったらしいんでね紅葉って。<ー>で。 その時の貴族ってやっぱりねすごくあの大事にされてたから、うん、こうあんまり歩くってことがなかったでね、うん、なんか馬車に乗ったりとかだけどこの時のモミジ狩りってやっぱり山に行かないとなかったからミジ狩りするにはどうしてもこう山に歩いていく、えー、で歩いていくっていうのは当時はあのハンティングの、ね、狩りと同じことだって言われたんだよね。えー、そう だからあの鹿狩りとか鴨を飼ったりとかねそういう時にこう山を歩くんでそれと紅葉っていうのは疲れて一緒なんじゃないかいわゆるこうちょっと下品なイメージが実はあったそうだったんう紅葉の,あのハンティングとその紅葉を見に行くっていうのはちょっと同じような「疲れる」っていうね意味されてたのでなんか「狩る」っていう言葉が使われてたのとあとはねその後江戸時代くらいになるとなんか。 あの一般の人が紅葉を楽しめるようになって、うん、どうもあの狩るっていう意味がちょっと変わってきたんだよね、うん、何に鑑賞、ね、するとかあとは何かを愛でるっていうのもこう狩るっていう、うんえー、言葉で使われるようになったので、うん、だから今もそれが残ってるって感じかな。そうなんだ、うん、何でも知ってるねえ なんでも知ってるよねありがとうなかなか披露する場がないのよああもうここの YouTube は存分に発揮してくれていいからね <laughs>、うん、ありがとうございますもうアマさんみたいな人気者に僕もなりたいよいやいやいやクラモンねクラモンじゃないりもんよ。オリモンだよもうそういうところだよね <laughs> やっぱりまだ人気ないんだよ